グエンドリン・クリスティは、イギリスの女優。イングランド南部のサウスダウンズ出身。ドラマシリーズ、ゲーム・オブ・スローンズのブライエニー役で知られる。子供の時には、体操選手を目指していたが、背骨を痛めて断念し女優を目指すようになった。191センチメートルの長身である。ウィリアム・シェイクスピアの舞台、シンベリンでは女王を演じ、クリストファー・マーローの擬曲。 ホースタス博士ではルシファーを演じた。映画では、テリー・ギリアムの、ドクター・パルナサスの鏡と、ザ・ゼロ・ティーラムに出演し、テレビでは、セブン・エイジズ・オブ・ブリテン及び、ウィザーズ・ VS ・エエイリアンズなどに出演した。2012年、ゲーム・オブ・スローンズの第2シーズンから、ブライエニーとして登場した。高身長、筋肉質、平凡な外見などから、 原作ファンの間ではこの役に押す声が多かった。高身長でいじめられた経験を、ブライエニー役に活かせると考え、原作である、氷と炎の歌を読んでからはこの役を欲しいと思うようになった。オーディションに備えるため、ユニセックスの服を着、トレーニングにより6 4ラム増量した。原作者で、プロデューサーの一人でもある、ジョージ・ RR ・マーティンによれば、クリスティが、 ブライエニーの衣装を着て、オーディションに現れたとき、事実上議論の余地なく、役に決定した。役に決まってからは、乗馬、剣技及び、殺人のトレーニングを受けた。2015年に公開された、映画、ハンガーゲームシリーズの最終作、ハンガーゲームファイナル、レボリューション、及び、スターウォーズ、ホースの覚醒にキャプテンファズマ役で出演した。また、2017年には、 続編の、スター・ウォーズ、最後のジェダイで、同じ配役で出演した。ABCD、ゲーム・オブ・スローンズ、グエンドリン・クリスティー・インタビュー。SFX、httpwww.sfxco, UK、2012-04-11、ゲーム・オブ・スローンズ・グエンドリン・クリスティー・インタビュー。2012年4月12日閲覧。 a b ラッシュ、ジョリー、ゲームオブスローンズ、グウェグエンドリンクリスティートークスディギングディープツープレイブリエン。アクセスハリウッド h t t p w w w a c c e s s h a l l y o o d c o m ゲームオブスローンズ、グウェグエンドリンクリスティートークスディギングディープツープレイブリエン。オブトスアーティクル63,3832012年4月17日。閲覧。マッカット、デビー。 グエンドリン・クリスティナチュラル・ボーン・ウォーリアースタイリスト h t t p w w スタイリスト、c o u k ピープル、l e グエンドリン・クリスティインタビュー2013年3月29日閲覧ベストジェイソンシンバリーン thestage, http://www.tes.co.uk h スラッシュ reviews スラッシュレビュー .php スラッシュ17014スラッシュ c ymbeline2011 年7月8日閲覧ヒバードジェームズゲームオブスローンズキャストファンフェイバリットブリエン。 www.com http.insweet.be.com 2011-07-08プリエンゲームオブスローンズ2011年7月8日閲覧。マーチン・ジョージ・ RR ザ・メイド・オブ・トス。2012年4月12日閲覧。ありがとうございます。